さんこんにちは、丸山くるみです。今日は島村でお買い物をしてきたものを皆様にご紹介していこうと思います。よかったら最後まで見ていただけると嬉しいです。今回は私が好きな、まあ、ブラウン、ベージュとかブラウンのアイテムを3つ購入しました。ボトムスとインナーとワンピースを1点ずつですね。まずはボトムスから紹介します。今回の購入品もどれもすごくそれぞれに気に入っているところがあるので、ポイントを伝わりやすいように説明できたらと思います。こちらです。ワイドパンツを購入しました。まあ、一見普通のワイドパンツなんですけど、気に入っているところというのが、まず一つ一番大きいのが、ここのチャックの上に普通はフックが一つついていると思うんですけど、フックがついていません。そしてフックがないのであんまり締め付け感がなくって、なんでこう落ちないのかなと思って試着をしてよく見てみたら、この上にウエストに来るここの部分、すごくハイウエストになっているんですけど、そのハイウエストがかなりこのくびれの部分に来るようなしっかりとしたハイウエストなので、フックがなくても大丈夫なのかなと思いました。そして後ろにゴムが入っているんですけど、これが柔らかいゴム3本横並びに入っているので、これもあって全然落ちる心配がないのかなと思います。リネンで麻が入っているタイプのパンツで、もう夏になるとやっぱりリネンの素材のものってすごく可愛くて、夏らしい感じがすごく好きで、なので今回麻のアイテム一つ購入したいなと思っていて、こちらを見つけてこちらに決めました。そして2つ目にインナーをご紹介します。こちらです。こちらのちょっとピンクベージュのようなカラーを購入して、以前島村でこのインナーを動画の中でご紹介したと思うんですけど、こういったインナーがやっぱり薄着の今の季節すごく便利で助かっているので、ちょっとレパートリーを増やしたいなと思って、今回またブラウンなんですけど、ちょっと色味が違ったピンクベージュのようなブラウンを購入してみました。こういったレースのタンクトップっていうのは、シャツとかをちょっと前を開けて後ろに抜き襟のようにして着る時とかにも使えますし、ワンピースの下だったりトップスとしても着ることができるので、上に薄手の羽織物を着て1枚でしっかりと着ることもできて、こちらも新しく出ていたので購入してみました。そして最後なんですけど、こちらです。ノーカラーのシャツワンピースです。でこちらも前がボタンなので羽織としても使える、私が好きな感じのワンピースを見つけました。全体もベージュのカラーのストライプで優しい色味が気に入っています。このワンピースの気に入っているところは2つありまして、まあ細かく言うともっとあるんですけど、特に気に入っているところっていうのが、まずこの袖部分です。これは着ているところを見ていただいた方が伝わりやすいかと思うんですけど、すごく変わった形の袖をしています。このようにちょっと縫い付けてあって、もうここからは伸びない状態なんですけど、ボリュームのある袖がすごく可愛くて、ここが一番気に入っています。あんまり見ない形なので、こういった袖の
あるお洋服は初めて購入しました。そして次に気に入っているところはリボンなんですけど、真ん中にリボンがついています。で、ここに前で結んでもいいですし、開けた時に後ろで結んでも可愛いかなと思います。そしてこのリボンを通しているところもここだけ開いていて、あとはリボンが隠れているようなデザインで、なんか珍しいポイントがいくつかあるワンピースだなと思って、こちらはすごく気に入っています。いかがでしたでしょうか。今回の購入品は3つともベージュやブラウンの感じの色味で、どれもデニムとか白とかこれから夏着たいアイテムに合わせやすいかなと思っています。また着回し動画なども撮れたらいいなと思っています。それではまた次の動画でお会いしましょう。本日も最後まで見てくださってありがとうございました。バイバイ。